今回は教え子の卒業式当日の板書でお困りの先生のための動画です。前半は卒業式の黒板の種類についての説明、後半は実際に板書しながらデザインのアイデアを提案します。それでは早速本編に入るんですが、その前にそもそも卒業式の板書って何書いたらいいんでしょう。ネット検索で実例を100件ほど調べてみると、板書の内容は大体2つに分類できました。1つは事前指導の意味合いが強い板書です。そしてもう1つは祝辞としての板書です。卒業生担任としての素直な気持ちや子どもたちの希望ある未来を願うものが多いようです。身も蓋もないことを言いますが、個人的にはこれから紹介する板書のデザインよりも担任の思いやメッセージの方が大事だと思います。デザインはあくまでも飾りでしかないので、伝えたいことがまだはっきりしない場合はこのまま動画を閉じていただくか、メッセージがある程度固まってからご視聴いただくのがいいかなと思います。前置きが長くなってすみません。それでは本編です。卒業式の黒板の書き方にはいくつか種類があるんですが、ざっくり分けると3つに分けられます。1つ目が貼り物です。これは学校によってあるところとないところがあるんですが、この画像でいうところの卒業おめでとうの文字が書いてある部分ですね。桜の形に切った画用紙があると思うんですが、こういうものが貼り物です。2つ目は手書きパターンです。書き手のレベルによっておすすめの書き方が異なります。上級者向けなのが黒板アート作品です。こちらは鈴木らなさんというプロの黒板アート作家が実際に手掛けた黒板アート作品です。チョークだけで描いたとは到底思えない、まさに絵画のような繊細さにドキッとしますよね。このように本格的な黒板アートはある程度の美術的な画力があって初めて映えるので、相当腕に自信がある場合以外は見るだけに留めておくことをお勧めします。とは言ってもやっぱり有名な漫画キャラクターやアニメのワンシーンを再現して子供たちを驚かせたいと思われる先生たちも多いかと思います。そこでおすすめしたいのがトレースイラストです。後ほど実例を使って説明します。そして3つ目は貼り物プラス手書きパターンです。こちらは先ほど写した画像なんですが、この下の部分が手書きのイラストになっていますね。これも先ほどの鈴木らなさんの作品です。今紹介したものを難易度と見栄えで図にまとめますと、貼り物は左下、黒板アートは右上、トレースしたイラストは左上、そしてこの動画で紹介するシンプルイラストというのはこの全ての中間地点に位置するような板書ができます。それではいよいよ実際に板書していきます。まずはこちらから。何を書いているかというと桜の花ですね。桜は初心者にもおすすめな超万能モチーフです。とにかくいっぱい描くだけでそれっぽくなります。隅っこの桜はデカめに描くのがポイントです。桜は枝付きにするともっと映えます。茶色いチョークで枝を描き、ピンク色を薄く伸ばして、その上に桜の花を散らすだけで完成です。じゃあ次に真ん中に祝卒業と書いてみましょう。ここで先ほど紹介したトレースのやり方を説明しますね。プロジェクターで好きなフォントの文字を投影し、その周りをチョークでなぞって縁取ります。今回の撮影ではプロジェクターが用意できなかったので、このような画像のシミュレーションだけで申し訳ありません。今描いているのは手元のスマホを見ながら明朝体フォントを模写して描いているので線が若干ガタガタしてますが、トレースしたものはもっと綺麗に仕上がると思います。最後に桜を散らして完成です。桜ばっかりに飽きてきたらリボンフレームもおすすめです。適当にうねうねさせてどんどん太くしていきます。リボンの色は学級カラーにしてもいいですね。最後に白チョークでハイライトをつけて立体感を出します。簡単な割に上品さも出せて、卒業式以外でも年中使えるので結構めちゃくちゃおすすめです。続いては文字メインの板書です。
これはある卒業ソングの歌詞をそのまま板書したんですが、文字が主役になるようにイラストはおまけ程度で描きます。縦書きなので目線の動きに合わせて右上から左下にかけて桜の花びらを散らしています。最後は超シンプルかつインパクト重視のデザインです。最初に文字を書いたら、あとはひたすら桜を描きます。先ほど桜は万能モチーフだと言いましたが、本当に桜だけで映えるのか試してみたいと思います。ピンクと白だけでもかなり賑やかになりましたね。このように大小様々なサイズや塗り方をランダムに変えていくのがポイントかなと思います。今回は絵心のいらない素朴なイラストを中心に卒業式の板書アイディアをまとめてみましたが、いかがでしたか？普段は行事の板書にあまり力を入れないっていう先生方も、今回紹介したアイデアを少しでも取り入れていただけたら幸いです。最後になりますが、今回使った動画の卒業式メッセージにご応募いただいた皆様、ありがとうございました。学生時代のエピソードなどを添えてくださった方も多くて、楽しく読ませていただきました。この場を借りてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。また今後も不定期ではありますが、板書に関する悩みやリクエストを募集しておりますので、お気軽にメッセージ、コメントなどください。最後までご視聴ありがとうございました。